最近できたジュニアポメルの紹介をします。これは普通のポメルです。では乗ってみましょう。これが新しくできたジュニアポメルです。並べてみると高さも違います。あと幅も狭くなるので付け替えてみましょう。付け替えたので乗ってみます。やりやすい。